はい、こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。ファイアープロレスリングワールドライブ配信始めていこうと思います。国際プロレスのシリーズですね。ニューイヤーパイオニアシリーズ、ルーテーズ杯ですね。こちら1回目となります。4回目となります。1月21日和歌山県白浜町にある白浜会館大会からお届けしたいと思います。ツイッチで配信しております。ツイッチアカウントフォロー、チャットコメントぜひお願いいたします。プリーズマイツイッチマイアカウントフォロー&チャットコメントプリーズ。アーカイブは2日後、YouTube にアップロード予定です。 YouTube チャンネル登録高評価お願いいたします。 YouTube マイチャンネル、サブスクライブド&グッドボタンプリーズ。 This live アーカイブアップロード My YouTube チャンネル 2 days after。旧ツイッターである X のアカウント持っております。ぜひ見てください。 YouTube チャンネル、アカウントフォロー、リポスト、いいねお願いいたします。 Twitter X マイアカウントプリーズフォロー&ビジット&リポスト&グッドボタンプリーズ。はい、では始めていきましょう。こちらメモ帳にもある通りマッハ・ハヤトとミスター・チンの戦いとなりますね。マッハ・ハヤトがこちらシーツでは勝利しております。で、国際プロレスのなんか本にこのシリーズをミスター・チンは全部反則負けで書かれております。このシリーズが本格的にプロレスラーとして復帰したミスターチンですね。連日塩を投げて4の字にかけたところを、相手が4の字かけさせたところを塩を投げて、それで反則負けを取られるっていうシーンがもうほとんど全てだったというふうに、国際プロレス、今年出た国際プロレスの本ですね、続編の本ですねに書かれておりましたね。不滅の国際プロレスだったっけな。では行きましょう。マッハ・ハヤト対、ミスター・チンシングルマッチです。マセイ・ルチャドール、マッハ・ハヤト入場です。それに対して、反則の鬼ミスター・チン、入場となります。この次の試合としてルーテーズ杯予選 B ブロックアニマル浜口対、ジーインベーダーロベルトソトの試合が行われます。
ヒットロックですね。ブレンバスターの打ち合い、ミスターチンが勝ちましたね。あとはおっと、ここで関節攻撃だ。すごい、あのジャベですね。
あ、15分終わりましたね。次の試合はルーテズ杯です。予選 B ブロックアニマル浜口対 G インベーダーロベルトソトとなります。では行きましょう。アニマル浜口対ジ・インベーダーロベルト・ソトのシングルマッチ、ルーテズ杯予選 B ブロックです。
さん2感度2ボディスラムで投げる。さあその次の試合はあの C ブロックマイキー井上対ジムスターのシングルマッチです。おっとバックドロップ決まった。ボディ、ブレンバスターですね。さあこれはどうだ、ジインベーダー、ブロッキングヘッドロック、カバーに行きます。カウント2。さあこれは飛ばします。場外線サイドバスター、エプロンにぶつける。お、大丈夫か、戻ってくれるか、危ない危ない。リベ19でカウント19で戻ってきました。ドープキック、バックドロップ、お、ネックブリカードロップ、得意な技です。ジャッピングパイルドライバー、カバーにはいかない。逆にジャッピングパイルドライバーお返しだ、気合だーが来た。勝ちまったな、アニマル浜口。ブレーンバスターです。さあこれは一進一退の攻防、果たしてどちらが勝つのか。さらにバックドロップ、バックドロップ合戦ですね。15分を経過しようとしています。バックリップ、タックル、ヘッドバットです。エルボーを抱える。さらにバックドロップ、ブードッキングヘッドロックと畳みかけます。アニアル原口、ドロップキック、ヘッドバット、フライングメイヤーで返す。サイドバスター、ブレーンバスターです。さあ場外線バックドロップ、さあ両者戻ってきます。ブードキングヘッドロック、ネックブリカードロップ、カバーに行かない。ジャンピングネックブリカードロップ、大技炸裂、そしてジャンピングパイルドライバー決まった。さあエルボーを叩きつける。だからカバーに行かないんですよね。なので決着はなかなかつきません。さあもう残り1分しかないです。20分1本勝負。ブードキングヘッドロック、サイドバスターでお返し。ジーンベーダー、おっとまたもうアニマル浜口、ジャッピングパイルドライバーだが、もうほとんど時間がないぞ。ドープキック、試合が終わっ、時間が20分経過しまして、時間切れ引き分け。これはちょっと浜口としてはどうだったのか。
さあ、うん、勝ちに行ってほしかったところですけどね。さあマイティ井上と、ジムスターですね。ジムスターはインターン2だったはず。インターンズ2号ですね。さあ行きましょう。マイティーの絵対、ジインターン2号こ、ことジムスター。公式戦 C ブロックです。この後ラッシャー木村がマイクジョージと C ブロックでぶつかります。このマイティ井上ジムスターは C2 は井上が勝利しております。カバーに行きます。さあパンチ。丸め込む。ブリーカー。さあこれはスピングとホールドだ。
マンハッタンドロップ。バックドロップ。マンハッタンドロップ。そしてまたもジャンピングパイルドライバーカバーに行きます。あと22.9 発通。ミサイルキック。カウント2。ドープキック。さあこれは決まってしまった。マイティーの上ジムスターインターン2に敗れました。黒攻撃を前に沈みましたね。さあ続いては同じ C ブロック、エースラッシャー木村マイクジョージとの一戦です。シーツでこの試合で木村はですねマイクジョージに敗れてしまいます。これで敗者復活戦に回ったような感じになってしまいましたね。敗者復活戦 D ブロックに回ってしまったような感じになります。マイクジョージ、マイクジョージ、あった。行きましょう。ルーテーズ、はい、争奪戦予選 C ブロック、ラッシャー木村対マイクジョージの一戦です。マイクジョージがリングアウトで勝ってますね。
パンチ。さあ、グランドヘッドロック、組4の字入ります。そしてブルドキングヘッドロック、マイクジョージ3位かけて、ブレーンバスター、力強い戦い。おっと、ジャンピングパイルドライバーだ。あっと、バックドロップ、マイラッシャー木村。さらにおカバーに行きます。2.9。 さあ、足を攻めます。ダブルアームスープレックス。サイドバスターです。ブリカドロップ、カバーに行きます。カウント2。おお、おっと、浮き手炙り、ショルダーバスターだ。さあ、20分です。そうすると、ショルダーバスターのお返しだ。マイク・ジョージ。2.9、危うし。ラッシャー・木村。そして、ブレーンバスター。シンク、パンチパンチ、マイク・ジョージ、ラフサッポーだが、ラッシャー・木村、パイルドライバーだが追撃いけない。さらにバックドロップ、カバーにはいけないな。持ってきました。さあ、まもなく15分、パイルドライバーです。ブレーンバスター、カバーに行きます。カウント2。さらにネックブリカードロップ、カバーに行きます。さあ、返せるか。カウント2。おっと、ブルドキングヘッドロック、お株を奪う。ブルドキングヘッドロック、さらに、おっと、ちょっと後ろ向いてしまったラッシャー木村。ちょっと両者動きが止まっております。さあ、この辺を乗り越えて勝利掴むのはどちらの方になりますか。
トリースラム。パイルドライバー、サイドスープレックス、そしてバックドロップ、後ろから攻撃。あと20分戦い抜きまして、ドローとなりました。まあ、これで21日あの白浜大会は終了、沖縄へと入っていきます。沖縄県は、沖縄市体育館小座公園にある、沖縄市体育館の大会です。建て替え前の旧、体育館での、大会となりましたね。まずは、高杉正彦対大山勝三のシングルマッチ、こちらは12分41秒、大山がピンホール勝ちを取っております。では行きましょう。高杉正彦対大山勝三のシングルマッチです。投げまして、椅子を取り出す高杉。チンロック、キテシンク、ドブキックにアタック。
か、パンチを打ちます。ボストンクラブです。さあ逆にボストンクラブで返す。投げます。あとアタックは追い山の勝ち。さらにセカンドヘッドロック。ああストラックブローです。そしてパイルダイバーカバーに行きます。カウント2、ヘッドバット。さらにダイビング2、ダイビングヘッドエルボーか、ネックブリーカードロップ。さあこれは高すぎペース 2.9。大山がブレーンバスター、得意のブレーンバスターからハーフボストンです。ブレーンバスター。そして今度はボストンクラブ。あとジャーマン投げっぱなし。バークドロップ、高さを抑え込み、畳みかける。カウント2、蹴ります。ブレーンバスター。さあロープに振ってサイドバスター、バックドロップ。そして ボディスラムは高すぎがかけることができました。そしてダイビングボディープレイス2、カウント2、ヘッドバット、カバーに行きます。カウント2、ブレーンバスターです。高すぎ。そしてかけまして、ヘッド、おヒッププレスですね。さあダイビングボディープレス、カウント2、ブレーンバスターの掛け合いは高すぎが大山を場外へ持ってきました。大山ヒップアタック、もう一回ヒップアタック、エルボーです。さあこれはコーナーに詰めて、あしかしここで15分経過となりまして、時間切れ引き分けです。続いて米村天心対鶴見五郎のシングルマッチとなります。米村勤む天心、そして鶴見独立グレン隊から鶴見五郎となります。20分一本勝負かな。では行ってみましょう。米村勤む天心対鶴見五郎のシングルマッチです。
さあ、森さん、四文字。して コツコツの戦い。空中同時目落とし。カウントワン。ショーダースルー。パンチ落ちます。首四文字。おっと、鎌固め。ヘッドバット。ホールにカウント2。おっと、前へ落とす。鎌固め。前へ落とす。 2.9 ボディスラム場外へ。さあ米村追っかけていく。そこではスリーカウントは奪えない。椅子を取り出すが強引にキック。さあボストンクラブ10分をすでに経過しております。2.9 カート2.9
ート2バックドロップきつい、カバーに行きます。 2.9 バンタック、そして上がらない、逆にツーミーブレンバスターへ返す。あっとデスバレーボム、急所攻撃、カバーに行きます。カウント2、バックドロップ、カバーに行きます。カウント2、そしてバックドロップ。2.9。そして投げを飛ばす。カウント3カウント、スルミが勝ちました。さあ、次の試合はマッハ・ハヤト対、Gインベーダーロベルト・ソトですね。行きましょう。試合開始です。バックドロップ。パンチ。4文字お、チョップチョップ、カウント2、
さあ、同時目スリーパーだが、あと2と、また同時目スリーパー、ジインベーダー、釣り天井だ。さあ、抱えて、またも同時目スリーパー、蹴りを続ける、して、おっと、カーフブランディングじゃない。蛇形 2.9。 飛び込みます。2.9。 投げます。キックから飛び込む、そして同時目スリーパー、ブレーンバスター、ボス、スリーカウント、チインベーダーが隼人を破りました。さあ、次の試合はですね、タッグマッチとなります。
井上組対スイタンじゃない、スイタンジムスター組ですね。ジムスタージインターンですね。45分といたしましょう。じゃあいきましょう。ラッシャー木村マイティ井上組対ボブスイータン、ジインターン ことジムスターとのタッグマッチです。先発は木村とスイータン。場外へ。カバーに行きます。クロック。ネックブリカードロップ。パンチパンチ。カウントワン。
ハイルドライバーカバーに行きます。カウント2、首4の字、スイターカット、バックドロップ、ラリアット、カバーに行きますが、これはスイータンがカット。井上タッチ、ダブルのブレーンバスター、お、椅子を取り出します。おっと、ブルドキングヘッドロック、を攻めに行きます。まだ戻ってこれない。ノエとジインターン、ジムスター、バックドロップ、カバーに行きます。お、サマーソートドロップ、ネックブリーカードロップ、ベンバスター、またドロップ。さあ、2つの場内と場外で2つの戦いが繰り広げられていますが、持ってきまして、ダブルチョップ、井上すぐ助けに入るが 2.9、 スイタン肩を上げます。エルボん、生涯ですね。木村が木村とスイタンだが、スイタンからジムスターにタッチ、すぐにダブルをブレンバスターが炸裂、井上タッチ、ヘッドバットだ、ドブキック。ネックブリーカードロップ、カバーに行きます。これはスイタンがカット。20分を経過しております。後ろからパンチ。ボディスラム、おっと、これは反則です、チョークですね。ヘッドバット、さあカバーに行く、 2.9、 ジムスター返す、ジムスターブレーンバスター、井上を攻める、スイタにタッチ、おっと、スイタンが、スターが直攻撃。さあ、井上も木村にタッチ。おっと、ストマックブロー、木村に託します。だが、スイタンサイドバスター。ヘッドバット木村。ブルドッキングヘッドロック決まった。パンチを打つ、そしてブレーンバスター、バックドロップ、
らせ返す。よいタッチ。おっと、避けられた。ハイングメイヤーから巻き投げ一閃。スターが鉄柱へ。一進一退の攻防となります。お、ストラックブロー丸め込んだ。スリーカウント、鮮やかに井上が回転指固めを決めまして、井上が勝利です。これでですね、次が1月24日、沖縄県那覇市大会ですね、まずはアニマルタクマチです。アニマル浜口、寺西勇組対ベン・アレキサンダー、ジムスター・ジ・インターンですね。では行きましょう。アニマル浜口、寺西サム対ベン・アレキサンダー。インターン2号ことジムスターとのタッグマッチです。ブレーンバスター。さあ、この試合が終わるとあともう1試合ですね。ルーテーズ杯予選 A ブロック、マッハ・ハヤト対ボブ・スイータの試合のみとなります。このシリーズの終盤戦となっております。あとこの4大会ですね。
大気合戦。パンチを入れる。浜口とアレキサンダーです。さあ、ロープからパンチを打つ。バックドロップ。さあ、これは後ろから攻めるドラゴンスリーパー。パンチ、あっと、モンドリ打ってジムスターが、これは結構危険な打ち方だ。さあ、もう場外戦で4人が言い合えております。さあ、チンロック。ピアイシータッチ。アレキサンダー、これもジムスターにタッチ。ダブルの攻撃。丸め込む。お、数落としか。で、浜口にタッチ。おっと、キャメルクラッチだ。だが権利がない。おっと、フロー攻撃。たまらず浜口が入って、寺石が入ってきます。そして寺石キャメルクラッチ、バックリープ、カバーに行きます。なんとかカット。アレキサンダーダブルのドロップキック。さあ、クローズフォール、カウント2。そしてパイルドライバーからカバーに入ります。カウント2。浜口なんとか肩上げる。ルドキングヘッドロック、パンチ。さあ、アレキサンダー、浜口捕まっております。キックで逃れて、テナイシータッチ。15分を経過しております。バックブリカードロップじゃない、ブードキングヘッドロック。さあ、ジムスターにタッチ。天使か、浜口にタッチ。バックにゃ、ワンハンドバックブリーカーか。おっと、避けた。浜口から手足タッチ、タッチが
によく作れない。おっと、これは足関節。なんとかアレキサンダーがカットに行く。要注意ですかね。チョップ合戦、パンチとチョップの合戦です。あっと、ヘッドバット、手足、手足か、お互いタッチですね。それで浜口とアレキサンダーが権利があります。さあ、これは権利がない。まもなく20分を経過します。ま、手足タッチ、投げる、サイドバスター、ヘッドバット、そして足4の字、耐えられるか。寺西なんとか耐えた。おっと、エルボーです。そしてこれは永田ロック3、防ぎます。って耐えるアレキサンダー、ネックブリカドープ、浜口、手足託します。お、合体ドープキック、そして三角締め、決まった。浜口寺西組が、勝利、寺西がアレキサンダーを破りました。さあ、本日最後の試合はルーテイズ杯予選 A ブロックとなります。マッハ・ハヤト対ボブ・スイータンですね。10分ですね。では行きましょう。ルーテイズ杯 A ブロック予選、マッハ・ハヤト対ボブ・スイータンの一戦です。シーツではスイタンが貫禄の勝利となっております。スパークドロップ、ヘッドバット、そしてレッグロック。さあ、逆さ抑え込みながらサイドバスター、
あっと、水天井です。ニーアタック、おっと、アームロックです。マネーコム、カートワン、バックドロップ、パンチ、アームロックに入ります。で、スリーパー、カード2、ドープキー、バスターです。アームロックに行きます。バックドロップ、ドッキングヘッドロック、そしてサソリですね。おっと、関節攻撃、逆さ抑え込みに入ります。 2.9、 さあ激しい戦い、場外出ます。ジャンピングパイルドライバー、カバーに行きます。 2.9、 なんとか返す、マッハ・ハヤト。おっと、マッハッタンドロップ、投げ込んで巻き投げ、パンチを打つ、マッハッタンドロップ、そしてジャンピングパイルドライバー、 2.9、 なんとか返す、2.9、 さあ何度も危ないとこを首を上げております。さあマッハ・ハヤトが逆にカバー、カウント2、 15分を経過しております。エルボーでサイドバスター、ショーダースルー、ドープキックは不発、追い込む、場外戦になりまして、ここでサソリだが、ここでは決まらない、沖の破片を取り出したスイータン、あっとサイドバスター、
水分。さあこれは関節攻撃だがスイカ耐える。逆さ抑え込み 2.9 ボディスラム。さあまたもスイカ場外へ。だが待ちます、マッハ隼人。さあ残り1分となりました。場外へ戻ってきました。さあもう時間がない。ジャンピングパイルドライバーカバーに行く。スリーカウント、時間ギリギリあと5秒というところで、スイタンがパイルドライバーでマッハ隼人を仕留めました。ブレーカーとやってみる。するか。あっと。パンチ。セカンドの。ハッタンドープ。超攻撃。そして2位。さあハーフボストン、お？スタンディングクラッチ。
ショジャスルスパークドロップスタンディングクラッチしようかな。足を狙う。そして落とす。レイアット。コバに行く。逆に固める。カウントワン。バークドロップ。腕を固めます。パイル、ジャンピングパイルドライバー、カバーに行く。2.9。 ショルダータックル。ラリアット振ります。エルボー。オン。起こす。カバーに行く。アカウントワン。10時。バックドロップ。お、ジャパニーズレッグクラッチ。お、足を痛めている。丸め込むと思ったら、ちょっとテクドロップキック決まった。わさびからサイドバスター。今度は バックドロップ。マウンタンドロップ。スペースタイルマスター多分。そしてニアタック。ここで試合終了か。そこはつかない。ブレーカー。
灰原ユーザと、鎌田優さんやっぱり強いな。思考の思考貝原優さん。クラブハーフボストンですね。おっと、チャシオコだ。ハーフボストン。これはスリーパーかな、変形の。おっと、これはサイクリングヤッホーだ。おっ、ドラゴンスクリューハーフボストンだ。足を徹底的に攻める。ドープキック。そしてジャパニーズレッグクラッチ、ハンド2。ハサミ。おっと、膝十字。またもジャパニーズレッグクラッチホールド、カウント2。ラニアット
そして社長候補、パンチから鬼ワサミ足落として、おっと、なんだこれ、筋肉バスター 2.9 危うし、足元にします。おっと、膝十字、で足を攻める、足げ、そして落とす、痛がってるぞ、エルボーからスタンディングクラッチだ、決まったか、まだだ、耐える貝原ユーザー、さすが思考の意地を見せてます、ありがとう。バサミ、お、バックの取り合い、おっと、デックドロップキック、足を攻める、おっと、急所攻撃、落とす、カバーに行かない、おっと、丸め込む、なんだこの技、飛びついて丸め込みましたね、足交差式飛びつき前方回転エビ固め、同期の電光石火です。ということで、まあ、国際プちょっとあのレッグブレーカーの、ね、試合は見せつつ、基本国際プロレス1981年ニューイヤーパイオニアシリーズお届けいたしました。あと2回ぐらいで、このシリ、このシリーズは終わりだと思います、ルーテズ杯予選の前半ということになりますね。3月をシリーズで後半が行われます。果たしてどのような結果になるんでしょうか。ということで、今回ここまでとなります。 Twitch で配信を行ってきました。 Twitch アカウントフォローぜひお願いいたします。 Please my Twitch アカウントフォロー Please、アーカイブ、 YouTube でアーカイブアップロードいたします。プレミア公開2日後、12月2日21時頃に、上げますので、ぜひ YouTube でもご覧ください。 YouTube チャンネル登録高評価お願いいたします。 This Live アーカイブアップロード My YouTube チャンネル Today's After プレミアライブまあ、YouTube チャンネル、チャンネルサブスクライブド&グッドボタンプリーズ、旧 Twitter である X のアカウントを持っております。ぜひアカウントのフォロー、リポスト、いいねお願いします。 TwitterX マイアカウントプリーズビジット&リポスト&フォロー&グッドボタンプリーズ。ファイアープロレスリングワールド国際プロレス編をお届けいたしました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。